こんばんは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。それでは本編スタート。早くもずスーパーフレアくらい早い。そこはカルストンライトかと思った。さて、沢田にスキル上げちゃったから入れ替えようか。とりあえず入れ込み解消をセット。ターンエンドだ。時枝さんのところに来たぞ。今今のポイント回収です。毎度あり。上限の調教です。寄れたな。不安しかない。まずはその上限から、夏子立ち症です。魚吉場1800で大外だ。なぜ魚くんさんになったの？あのハコフグの帽子欲しいよな。さすが帽子にはうるさいわね。このとんがり帽子はお気に入りなんだ。中尾のネジネジくらいお気に入りだよね。中尾に謝れ。さて指示はお任せコースね。出していくとまた捉えられそうだし、ここは腹くくって後方から行きます。セレス出し勝ってくれよな。よく知ってるわね。過去にはマイオジョンヌ、デンノエルシド、ストロングブラッド、ソングオブウィンド、ビートブラック、ネオリアリズム、霊園だと重傷勝ち馬がずらりだ。よく喋るまんじゅうだね。へへ、中身のあんこが出ちまったよ。ポツン出た。というか序盤の行きっぷりの悪さどうにかならんかったか。難しいのよこの馬は。しごいて逃げればよかったね。しかし末足に行きたいぞ。うわーすごいところに入った。自分で言うな。伸びはまずまずだ。そのまま伸びてくれよ。3番手オーシャンメモリー、デンジャラストーン、リードは1馬身半。2番手、やれまくり。このままさばいていくのか。これうなぎみたいに暴れるな。ちなみにふるさと納税はうなぎにしました。その情報いるか。サバサバした反応やめてよ。どうもありがとうございました。勝負は終わってないぞ。2着争いが精一杯でした。時間なこれは。もういい。お次はラックインセクトです。人気はないね。お任せコース入りました。あいよ。ちなみにラックインセクトはガムの光沢剤に使われるらしいです。また無駄知識が増えちまったよ。全馬ゲートイン完了。係員は離れてスタートしました。さて一番枠出し死んだ振りで進めようか。先手を伺うのはどの馬か。先手を奪ったのは結婚式。リードを広げます。ここから貯めてちょい差しで進めたい。位置も主張しつつ足を貯めるか。見直したぞ。マリサの騎乗ぶりも見直したいところよね。うぬぬぬぬ、よくしゃべるまんじゅうだね。はい、指定暴君かな。さて、茶番はお開き。馬群もお開きときたもんだ。茶番扱いするな。あ、服主の設定残ったままだったわ。目障りだから消して。さあ伸び足はいいぞ。これは波乱を演出か。ターフのマエストロ霊夢です。式分割り箸でやってそう。よくしゃべるまんじゅうだね。よしかわしたぞ。後続も心配なし。これでオープンまで届いたわね。グラキ先生も大喜びよ。おはよう、佐藤。今週はタイガーエドワードか。初騎乗ですな。ちなみにもう一頭はワイドスクランブルでした。ティガーにはポイントをあげました。3頭目はフライングヒットでした。こちらも初騎乗だな。
状況はまずまずの動きだったな。テンション上がってきたわ。西厩舎のタイガーエドワードだな。障害1クラはちょっと寂しいな。ここは一番人気でした。中段からの競馬か。バランス崩さないようにしないとね。全馬ゲートイン完了。体勢が整ってスタートしました。ややばらけたスタートになりました。スタートはいい感じ。これからここから流れに乗ります。最初の障害に向かいます。無事飛越を終えて先頭はクリス・ドミニオ。スローなら隙を見て押し上げるよ。それではカッツです。ミステリックノバ2番手を追走。その差1馬身半。池垣障害を飛越しました。ここで押し上げるってわけ。あと1周ありますよ。キープザフィールドの橋本じゃないんだから。上がっていったのは7番ライオン。えっこえっこと2番手まで上がりました。これが最後の障害だ。よしあとは追うだけだ。腰に来るなこれは。シュって絶対腰痛めるよね。おっとこの子も問題児か。西厩舎はどんな教育資源ね。後位からミステリックノバ。左打ち入れてまだ打ちに寄れるか。大した度胸だ。3番手にクリストミニオン。ミステリックノバリードは。ここでカワスが後続乗っているわね。押し切ってくれ。2番手にはミステリックノバ。3番手にはクリストミニオン。4番手これは粘れるかな。寄れるしラキを頼ろうか。タイガーエドワード。リードは2馬身。2番手にミステリックノバ。3番手クリストミニオン。タイガーエドワード4馬身のリード。足は一緒だな。よしこのままゴール。よくやったぞ。人気に応えたね。タイガーエドワード人気に応えました。東京に滞在しましてフライングヒットからです。まずは出塁したいところだな。262本打ちたいわね。スタートはダメらしい。こっちは中立てかまんじゅうかって言われてるくらいのスタートのうまさだぞ。中立てが引退して7年経つぞ。月日の流れは残酷だな。全馬ゲートイン完了。係員が離れてスタートしました。ほらいい感じじゃないの。まあ控えるんですけどね。まあ出る分にはいいだろうよ。先手を奪ったのはポップクラクション。リードは半馬身。2番手高野イヤイルゴ。セイノーモア。10番手で最終コーナーをカーブ。馬群を切り裂くぞ。ジョッキーはレイムだからさばけない。逆転翼の森崎くんじゃないから。先頭を争うのは2頭ポップクラクション。よっしゃ内にうまく入り込めたぞ。この足色ならいけるかしいです。エクスチェンジフライングヒット上がってきました。3番手にはエクスチェンジフライングヒット。よしかわしたな。このまま抜けると。2番手からサイキックバトル200を切りました。フライングヒットリードを広げます。2番手からサイキックバトルフライングヒットリードを広げます。2番手にシビルサーバントフライングヒットフライングヒットリードを広げてゴール。レッテリード。これは強かったわね。次も楽しみな一投でした。4馬身坂あっぱれ。あっぱれいもん。最後はワイドスクランブルだぜ。ここは追い込みが多いな。夏休みの宿題みたいね。ちゃんと出さないとダメだぞ。あんたは出さなかったことあったよね。過去は捨てた。さ全馬ゲートの中体勢が整って。このアングルは苦手だけどよく出た。まあいつものように後方なんですけども、馬の特徴だし仕方ないさ。ここは必然的に末足勝負ということになるな。あまり足は続かないタイプ。仕掛けどころが重要だな。仕掛けどころも何もあったもんじゃないな。左右気骨には立派な作戦だ。さばいてみせるから見てな。これから直線の攻防に入ります。ウエスタンチャーチ上がってきている。あらあらじゃないんだよ。さっさと追えよ。2番手トーチコマンダー先頭を追います。トーチコマンダー抜け出した。2番手あれよあれよとかわしてきたぞ。これは届くか。ワイドスクランブルさらに外からあと200。これは捉える勢いだ。ワイドスクランブルが飛んできたぞ。2番手ワイドスクランブル差を詰める。よし先頭これで3連勝になった。2番手にトーチコマンダーワイドスクランブル差し切ってゴールイン。ワイドスクランブル今週は絶好調だったな。たまには3立てですわ。というわけで今回はここまでだぜ。流れは来ているわね。
この流れで馬券も当ててもろて。2歳 G1 は難しくないか。ダノンスコーピオンから流す予定だけども。みんなも当ててくれよな。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。頼むぞ、登録、頼むぞ。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。